参るならばイると、うちへ知らして参れば、投資かごか乗りかけでイらすに、物好きなる抜け参りして、この土産物はどこの銭でこうたぞ。夫婦連れ立ちても、そのその、そんなことはせぬぞ。ようもようも二人連れで下校したじゃまで、久七や、千が逆向かいに寝所をして取らせ。あれは女のことじゃが、久七が進めて、 知えない神に男心を知らすというものじゃ、と、お内儀様のご福竜、久七が申し訳、一つも拉致あかず、罪のうして疑われ、九月五日の出代わりを待たず、おいとま申して、その後は、北浜の備前屋という神戸屋に木を重ね、八橋の長といえるハス派女を女房にして、今見れば、 柳商事にて、寿司屋をしてよう暮らし、千がこと、つい忘れける。人は皆移りぎなるものぞかし。千は別のことなく奉公をせしうちにも、るやが仮の情けを忘れかね、心も空にうかうかとなりて、昼夜の脇前もなく、おのずから身を捨て、女に定まってのたしなみをもせず、そのさま癒しげになりて、 次第次第、やつれっける。かかる折り伏し、鶏とぼけて夜泣きすれば、大釜自然と腐りて底を抜かし、突き込みし、長石の味噌、風味変わり、雷、内らの軒場に落ちかかり、よからぬこと打ち続きし、これ皆自然の道理なるに、このこと気にかけられしおりから、誰が言うともなく、 戦が焦がるる男の囚心。今にやむことなく、その人はたるやなるわ。と申せば、親方伝え聞きて、何とぞしてその男に戦後もらわさん。と横町のカカを呼び寄せ、内談ありしに、常々戦申せしは、男持つとも職人は嫌。と言われければ、心もとなし。と申せば、それはいらざる物好み。 何によらず、用さえ渡らば勝手づく、と様々意見して、樽屋へ申しつかわし、縁の約束極め、ほどなく線に脇ふさがせ、金をつけさせ、吉日を改められ、二番の木地長持ち一つ、伏見三寸のつづら一家、のり地のはさみ箱一つ、奥様着下ろしの小袖二つ、よぎ布団、あかねべりのかや、 昔染めの数木、取り集めて物数二十三、銀二百目つけて送られけるに相性よく、幸せよく、夫は正直の神戸を傾け、細工をすれば、女は節金染めの島を織り習い、明け暮れ稼ぎけるほどに、盆前、大盛りにも、うちを出違うほどにもあらず。 大方にうわ渡りけるが、ことさら男を大事にかけ、雪の日、風の立つときは、し継ぎを包み置き、夏は枕に扇を離さず、留守にはよいから角口を固め、夢ほ他の人には目をやらず、物を二つ言えば、こちのお人、こちのお人、と嬉しがり、年月積もりて、良き中に二人まで生まれて、なおなお男のことを忘れざりき、 されば、一歳の女、移りぎなるものにして、うまき色話にうつつを抜かし、道頓堀の作り狂言をまことにみなし、いつともなく心を乱し、天皇寺の桜の散り前、富士の棚の盛りに、うるわしき男に浮かれ、帰りては一代養う男を嫌いぬ。これほど無理なることなし。それより、 よろずの始末心を捨てて、大抱きするかまどを見ず。潮が水になるやら、いらぬところに油火をともすも構わず。身代薄くなりて、糸間の悪を待ちかねける。火うの語らい、さりとはさりとは恐ろし。死に分かれては、七日も経たぬに五婦を求め。去られては、五度七度の縁付き。 さりとは口をしき下もじの神底なり。上上には仮にも泣きことぞかし。女の一生に、一人の男に身を任せ。触りあれば、五百年にして歌衆の同苗字。んとのほっけじにて、出家を遂げられることもありしに。なんぞ隠し男をする女。浮世にあまたあれども、男も名の立つことを悲しみ。 さたなしに里へ返し、あるいは見つけて、さもしくも金銀の欲にふけて、扱いにして済まし、手ぬるく命を助くるがゆえに、このこと闇がたし。世に神あり、報いあり、隠しても知るべし、人恐るべきこの道なり。